ボールをもらうのも怖かったですし、うん、本当に練習行くのが嫌で、うん、嘘ついて休んだことありました。2006年6月ですよね、はい、これモンテディオ山形戦で、これプロデビュー、はい、勝ちゲームに出れたっていうことが僕の中ですごく自信になって、1年目にとっても僕のすごい大きな転機になって、まあそこから、はい、まあ、こうプロに入られるわけですけれども、はい、プロに入って感じたことなんか違いってありましたか？いや、もう全くついていけなかったですね、うん、その当時の横浜市2006年なんですけど、はい、まあ三浦和義さんをはじめ、はい、そうそうたる人たち、はい、山口元弘さんだったり、はい、小村典夫さんだったりとか、はい、で、まあ、その中にポンってね、はい、何の実績もない高卒1年目がパンって入って、ボールをもらうのも怖かったですし、うん、ほとんどやっぱ僕のところでミスしちゃうんですよ。途中でサッカーが怖くなって怒られるのも怖いし、パスもらうのも怖いし、ずっとこうもらえる位置にいるのにちょっと見えない死角に入ってもらえないように、ただ元気は良かったんで、その練習始まる前、始まった後のウォーミングアップとかもよいしょってキャラは良かったから可愛がってもらえたのかなってのあるんですけど、サッカーは苦しかったですね。一回だけ本当に練習行くのが嫌で嘘ついて休んだことありました。プロで、はい、初めてかも、はい、熱出たって言って、うん、はい、それは前日になんか嫌なことがあったとか？いや、もう怒られるのが怖くて、うん、でもそれが多分限界になったんでしょうね、うん、もう明日無理だって、うん、体温計めちゃくちゃこすって38度南部ぐらい出して、うん、写真それも添付して送って、うん、で今日はゆっくり休んでくださいみたいな返信来て、ふぅみたいないや、でも明日行かなきゃいけないわすっと思いながら、ギリギリだったんですね。精神的にも、はい、なるほど。まあ、そして2006年6月ですよね、はい、これモンテディオ山形戦、はい、でこれプロデビュー、はい、その当時ってベンチ入り5人だったじゃないですか。そうですね、16人の遠征メンバーみたいな、はいはい、うん、で5人のうち、まあ、フィールド4人、うん、となると大体ディフェンス1人、うん、中盤2人とか、うん、まあ、フォワード2人、はい、まあ、序列的にもものすごい下だったんですけど、うん、チームに怪我人がすごく続いて、うんうん、僕しかいないっていう状態で入れてもらえたんです、はいはい、その年、うん、開幕戦で足立さんという方が解任になって、うん、はい、第2節から高木拓也さんが就任して、そこから勝ち続けるんです、はい、結果的に昇格するんですけど、はい、まあ、この勝ち続けてる中で初めてメンバー入って、うん、初めての公式戦で、うん、こんな緊張するもんなんだ、うん、ロッカールームこんな殺伐とした雰囲気で初めて入るから、はい、うん、普段明るく接してくれるのに、うん、ロッカールームになるともうみんな音楽聴いて、うん、一人ずつ集中して、うん、全然先輩たち絡んでくんないじゃんまあ始まってずっとバクバクしながら、うん、ベンチにいながらももう前半だけで5、6回トイレ行くぐらい、うん、ベンチとトイレ往復して、うん、ロスタイムある前ぐらいかな、うん、89分に右サイドバックの選手が足つって、うん、で僕しかいないじゃないですか、うん、やばいやばい、僕左利きだし左サイドバックだし、うん、右みたいな、うん、案の定高木さんから右入れそのままみたいな、うん、もうボール来たらもう全部蹴っていいからって、うん、はいっつって意気揚々と入って、うん、でそしたら入った瞬間にアディショナルタイム、うん、8分と出て今だったら、ね、はい、今だったらありますけ けどね、その当時で8分みたいな8秒の間違いじゃないのってぐらいラスト1分ぐらいのつもりで入ってんのに8分に伸びちゃって、隣のセンターバックがたくさん助けてくれて、うん、難なくその8分終えたんですけど、うん、まあ、だからデビュー戦としては、まあ、その残り少ない時間でしたけど、うん、勝ちゲームに出れたっていうことが僕の中ですごく自信になって、自信になる、ね、それ以降は全くメンバーにも入れなかったんですけど、うんうん、たったその数分出れたことが1年目にとっての僕のすごい大きな転機になって、うん、それが、シーズン始まる前、あ、終わる前ぐらいの、うん、アンダー19かな、うん、日本代表候補に、入れるようにつながるんですけど、そしてアンダー20の日本代表に選出されてワールドユースですよね、はい、これ初めての国際舞台ですよね。そうです、初めてです。これはどうでした？いや、それまでは本当にそれこそ東京を超えた大会ってほとんどなかったんで、うん、初めてその外国人と対戦するっていう経験をして、
ただやっぱりそのまだこのゾーンでは僕人見知りだったので、うん、代表に行くのがすごい嫌で、選ばれることは嬉しいんですけど、うん、行ったら行ったで仲いい選手いないし、誰に話しかけようとか。大会の方で言うと世界との差みたいなのを感じました。それともあの成績としてはベスト8とかだった気がしますね、うん、はい、予選リーグ順調に突破して、うん、で決勝トーナメント1回戦も2対0で最初勝って、うん、まあ、逆転負けしちゃうんですけど、うん、僕もその予選のナイジェリア戦で初めてそういう大きい国際舞台で先発として出て、うん、同年代のナイジェリア代表相手に、あ、もう余裕でやれるわ、そうでもないぞって、うん、その大会で同世代にびっくりしたとか、うん、そこで衝撃を受けたっていうことはあんまりなくて、うん、まあ、チームは結果的に負けてしまいましたけど、うん、大きな自信になった大会でした、ね、じゃあ自信を得て帰ってきたってことですね。そうですね、はい、あの3年目2008年には監督に就任した津波さんからご本人がつけられた背番号6番をこう変えるように指名されたんですか。用意されてありましたね。お、はい、僕2年目が終わった時にいくつかのオファーをもらって、うん、他のチームからの、はい、うん、それこそエスパルスとか話をもらったんですけども、うん、まだその年間通して出てるわけでもないし、うん、もうちょっとそのゲームでの実践を積まなきゃいけないなと思って横浜市に残ることになるんですけど、うん、津波さんが来ることになります、うん、津波さんは康介をサイドバックとして育てたい、うん、背番号6も用意してあります、うん、まあ、それを言われたらやっぱりもう絶対残りますってなるじゃないですか、うん、チームが始動してからもずっとつきっきりで、うん、全体練習終わった後も僕個人に1時間2時間ずっと付き合ってくれて、うん、基礎練習から、うん、もう本当キックのフォームから始まって、うん、全てをもう教わったんですよ。へー、サイドバックとしての基礎を、うん、まあ、そんなことがあったので、今のこのキャリアにも生きてると思いますし、まあ、それでも最初は全然ゲームに出れなかったんですよ、うん、左サイドバック三浦篤弘さんがずっとプレーしてたので、僕はメンバー外何度も経験しましたし、うん、そこでのモヤモヤありましたけど、アツさんのプレーをずっと見て、うん、これいいところ絶対盗んでやるぞって思いでやってました。へー、このシーズン振り返るとどんなでした。結果的にチームの順位は全然良くなかったんですけど、うん、初めて年間通してまとまった時間出ることができて、うん、それこそ前年のワールドユースとかも経験して、うん、精神的にも強くなってましたし、うん、なかなか数字上での貢献はできなかったですけど、うん、翌年の J1 のチームへの移籍を見据えて、うん、すごく心身ともにあの充実した1年でした。そして2009年には清水エスパルスに移籍と、はい、この移籍のきっかけはもともとオファーがあったっていうのはあるのかもしれませんけど、ね、サンフレッチェ広島、うん、大宮アルディージャ、うん、3チームオファーをもらって、うん、でどのチームも話をさせてもらったんですけど、うん、その当時の僕の感覚で一番レギュラー取るのは難しそうだなって思ったのが清水エスパルスだったんです。挑戦しがいあるじゃないですか、うん、まあ、一番難しい決断をした方が今後の自分に絶対生きるんじゃないかっていう思いで清水に行くことになりました。まあ、その移籍した2009年は公式戦23試合の出場と、はい、翌年の2010年もチームの主力として活躍する中、はい、A 代表にも初選出ですよね、はい、この日本代表に初選出された時の心境、これどこで聞いたんですか。先輩に連れられてったパチンコ屋の駐車場だった気がしますねそこなんか別にパチンコ屋って言わなくてもいいのに。いや、でもやっぱリアルで、まあ、リアルでね、はい、でも僕はその掛け事すごい嫌いで、うんうんうん、だから先輩がやってるのを駐車場で待ってて、へえ、先輩がもうすぐ終わるっていうぐらい時に電話かかってきたの覚えてます、うん、教科部から、うん、それはお母さんに連絡したんですか。すぐ連絡しましたね、うん、まあそのキャリアの中でも、うん、なんか例えば移籍のこともそうですし、普段たくさん連絡取ってるので、うん、はい、ただやっぱ代表選出はびっくりしてたの覚えてますね、はい、でもやっぱその A 代表に選ばれるのは嬉しいですよね。嬉しいです、うん、でやっぱりね、代表キャップ1あるのとないのとでは多分全然この先も違うんだろうなっていうのは、うん、その当時から感じていて、うん、だから選ばれても
まずそこで試合に出なきゃダメだと、うん、だからすごい緊張しながらもいい準備をできるようにって思いで、うん、向こうついても練習やってました、ね、だからキックオフの笛が鳴った瞬間めちゃくちゃ嬉しかったです。あ、これで代表キャップついたぞみたいな。その後も2011年、リーグ戦全試合に出場して、はい、まあ、J リーガー王座優秀選手賞とあとフェアプレー賞も、はい、まあ、このシーズン振り返ってみていただいていかがでした？本当に試合に出れることが自分の中でも当たり前になってきて、うん、すごくメンタル的にも強くなってましたし、うん、自信も持ってましたし、うん、でその年のエスパルス夏過ぎぐらいまでずっとトップ走ってたんですよ。小野伸二さんが帰ってきた年 で、うんうん、で試合にも出れるかつ、うん、で代表にも絡めるようになってきた、うん、だからすごいその充実した1年でしたね。そういう意味ではこう選手としてこうすごくいい時期に入ってきたっていうことですよね。伸二さんどんな人ですか？いやもう僕が語っちゃいけないぐらい何をしても神様です。あの人は本当にサッカーもちろんですけど、あの人の気の配りというか、はい、一緒に焼肉連れてってもらってもお肉焼かせてもらえないですよ。いや本当なんですよね、はい、それも僕が18歳の時からそうですからね、はい、一切焼かしてくれない。一切もうどんどん肉がこう焼かれてみんなのところに。やっぱそういう人と一緒に過ごしてその周りからの愛され方だったり慕われ方っていうのを見てるとやっぱ自分もこうなりたいと思うし、うんうん、目標であり続けてますね、うん、今でも。そこから2012年は FC 東京に移籍ですよね、はいはい、この移籍のきっかけは何だったんですか？上げたクロスがほぼチャンスになってたので、うん、僕の一番の長所をチームのスタイルとして合わせてくれたり、うん、太田康介といえばクロスみたいなところを確立できたのかなと思います、うんうん、FC 東京に行ったことが、うん、全てだと思うので、うん、はい。